ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。2024年の劇場版、100万ドルの道しるべ、面白かったわねー。私、怪盗キッドってそこまで推していなかったんだけど、今回の映画でキッドについてすごい興味が出てきたわ。霊夢も怪盗キッドに興味が出てきたか。それじゃあ今回は、キッドがこれまでに狙ってきた宝石について話していくか。ちなみに、今回は名探偵コナンで狙われた宝石だけに絞って紹介するぜ。あと申し訳ないが劇場版も覗くぜ。なんで宝石だけに絞るの？時間の都合？それもあるが、キッドはそもそもビッグジュエルという宝石を目的に盗みをしているんだ。ビッグジュエル？大きな宝石？よし、それじゃあなぜキッドがビッグジュエルを狙っているのか簡単に説明してから、狙われた宝石たちを紹介していくぜ。今回はコミックス105巻までの内容を含むんだぜ。特に後半はアニメ未収録回もあるからネタバレには注意してくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ビッグジュエルを狙うわけ。そもそも怪盗キッドこと黒羽怪盗は、父親東一を事故死に見せかけて殺害した犯人を探すために、父のふりをして怪盗キッドをやっているんだ。実質は二代目怪盗キッドだが、世間には代替わりしたことは気づかれていないぜ。そっか。で、犯人にまだキッドが生きていると思わせて、また自分を狙わせようとしたのね。すごい危険なことではあるけども。その甲斐もあって、カイトは犯人を特定。とある謎の組織のメンバーだってことがわかったんだ。この謎の組織はパンドラという不老不死をもたらすとされる宝石を求めており、このパンドラに統一が関わってしまったことから消されたんだ。謎の組織、黒の組織とは違うの？全く別の組織と言われているぜ。パンドラはいずれかのビッグジュエルの中に眠っているとされ、ビッグジュエルを月の光にかざすとパンドラが隠されているかわかるそうなんだ。だからキッドはよく月の光に宝石をかざして、眺めているのね。キッドは謎の組織の野望を阻止すべく、先にパンドラを手に入れて破壊することが目的であり、パンドラが隠されている可能性のあるビッグジュエルを、盗みの標的にしているんだぜ。盗みの目的が崇高すぎて、ますます推したくなってきたわ。それじゃあ次からはこれまで、キッドが狙ってきた各宝石について紹介していくぜ。ブラックスター。名探偵コナンにおける記念すべき怪盗キッド初登場回は、コナン VS 怪盗キッド、16巻アニメ76話だ。ここで狙われたのは、鈴木財閥が所有する黒真珠ブラックスターで、幸運を呼ぶ黒真珠として鈴木家に伝わる家宝だぜ。鈴木財閥の家宝なんてとんでもなさそうね。この黒真珠は60年前に購入されたものだが、この購入をきっかけに鈴木家は繁栄の道を歩み始めたようで、鈴木家の守り神と言われているぜ。宝石として美しいとか価値があるだけじゃなくて、とても縁起のいいものなのね。この回では、キッドを欺くためにその子の母とも子がブラックスターの模造品を大量に用意、500名の乗船客に身につけさせたんだ。キッドが誰に変装しているか、だけでなく、誰が本物のブラックスターを持っているか、を考えながら見ることのできる回だぜ。模造品を準備しちゃうなんて、さすが鈴木財閥だわ。ブルーワンダー。続いて、キッドが狙った宝石はブルーワンダーだ。海難を防ぐと言われている、アクアマリンを掲げた女神像だぜ。大きなアクアマリンね、まさにビッグジュエルだわ。怪盗キッドの脅威空中歩行、44巻アニメ356話、でのお宝だが、ここでキッドでおなじみ鈴木ジロ吉が初登場したぞ。ジロ吉おじさま、44巻で初登場なのね、もっと早いと思っていたわ。ちなみにジロ吉はその子の父シロウの兄だが、この初登場回ではシロウのいとこという設定だったぜ。通常は、キッドがビッグジュエルの持ち主に対して予告状を出し、盗みに参上するという流れだが、この回では怪盗キッドを打ち負かしたいジロ吉が、キッドが求めているであろうブルーワンダーを餌に、取ってみろ、と宣戦布告したんだ。ジロ吉おじ様の方から喧嘩を売ったのね。まあキッドが探しているものでしょうから、その喧嘩、買ってくれたのよねキッドは。ああ、長官の見開きにデカデカと挑戦状を載せたジロ吉に対し、キッドから OK とメールが届いたぜ。なんか、軽いわね。ブルーワンダーはキッドの探していた宝石ではなかったし、キッドキラーのコナンに変装やトリックを見抜かれたから、ブルーワンダーはジロ吉の元に返されたぜ。それじゃあ、この勝負はジロ吉おじ様の勝利ね。いや、そうでもないぜ。ジロ吉は自分がキッドに勝って、新聞の一面に載るつもりだったんだ。それなのに、一面がキッドから宝石を守ったキッドキラーコナンだったから非常に悔しそうに、なんならコナンに怒っていたぜ。
本当、勝負事が大好きなおじさまなんだね。匂いの石。国の宝石は珍しく、誰かが所有しているものじゃないぜ。奇抜な屋敷の大冒険、46巻アニメ394から396話、で少年探偵団は、例のごとくキャンプに来ており、そこで古びた屋敷と宝の存在を示す灯籠を見つけるんだぜ。お宝探しね、ワクワクするやつだわ。まあ、同じようにお宝探しをしているトレジャーハンターたちもいて殺人事件も起きているけどな。全然、ワクワクじゃないわ。コナンはキッドの気配を感じて、お宝探しを続けるんだが、そのお宝というのが仁王の石なんだ。仁王の石とはダイヤモンドのことで、非常に大きなダイヤモンドなんだぜ。おお、まさにビッグジュエル。しかし、仁王の石を隠したのは幕末のからくり人形師、サミズ・吉右衛門でそう簡単には見つけられないんだぜ。屋敷のからくりも解かなきゃいけないし、殺人事件の犯人も特定しなきゃだし、キッドも探さないとって大忙しだわ。仁王の石はこの屋敷を沈めるためのスイッチになっていてな、何が何でも取らせない仕掛けになっていたぜ。さすが、からくり吉右衛門ね。じゃあ、仁王の石は誰にも取られなかったのね。ああ、キッドは一度手にしたようだがな、目当ての宝石じゃなかったし、仕掛けが起動しきる前に元の場所に戻したぜ。パープルネイル。続いての宝石はパープルネイルだ。神聖ローマ帝国の君主、マリア・テレジアも目を奪われたという幻のミュールで、つま先には100カラットものアメジストがはめられているぞ。100カラットの宝石のついた靴なんて恐ろしくて履けないわ。もちろん、そんな合成なものを持っているのって。ああ、鈴木ジロ吉だぜ。ジロ吉はミュールの価値はどうでもよく、ただキッドに挑戦できる手段だと考えていたぜ。キッドの餌のためだけに手に入れられて、パープルネイルもびっくりよね。怪盗キッドのテレポーテーションマジック、61巻アニメ515話、での話だが、タイトルの通り、キッドが瞬間移動を披露するぜ。瞬間移動、相変わらず登場が派手ね。パープルネイルもキッドの求めている宝石ではなかったから、そのままジロ吉の元に返されたぜ。キリンの角。続いてもジロ吉所有のビッグジュエルだ。キリンの角は何万年前の植物の種などが混入している貴重な琥珀だ。本当、何でも持っているわね、ジロ吉おじさま。闇に消えたキリンの角、キッド VS 死神探偵団、68巻アニメ585から587話に登場したキリンの角は例のカラクリ人形師、サミズ・吉右衛門が作った。カラクリが施された古い山寺の柱に隠されていて、それをジロ吉が発見。今回のキッドを釣る餌となったんだぜ。吉右衛門さんももう常連となりつつあるわね。この回ではキッドキラーのコナンはもちろん、少年探偵団もキッド対策に呼ばれキリンの角を守っていたぜ。さらに、コナンがキッドに気絶させられたこともあり、謎解きを少年探偵団、特に灰原が活躍した回でもあるぜ。アイちゃん、謎解きが苦手って言うけど、こういう時頼りになるわよねー。ブラッシュマーメイド。次にキッドが狙ったのは、これまたジロ吉所有のビッグジュエルブラッシュマーメイドだ。登場回はコナン VS キッドブラッシュマーメイド、78巻アニメ724-725話、でかい難事故で死んだ女優が所有していたとされるレッドダイヤモンドだ。ねえ、マリサ。これまさか生きた亀にくっついていない？なんでこんなひどいことを。事故に遭った女優が飼っていた亀とされていて、船が沈む前になんとかこの亀だけは助け、誰かに引き取ってもらおうと思ったらしく、高価なレッドダイヤモンドを甲羅に接着剤でつけたんだ。亀を拾ってくれた人へのお礼と飼育代を兼ねてな。沈む前になんとかこの子だけでも、ってその女優さんは思ったのね。霊夢、感動しているところ悪いんだが、実はこのブラッシュマーメイドは偽物なんだぜ。すり替えられたとか？いや、全然違うんだぜ。ジロ吉が最近手に入れたんだが、その時点で偽物を買わされていたんだぜ。ジロ吉おじさまともあろう人が、鑑定とかしなかったの？するつもりだったんだが、鑑定士が鑑定中に亀に指を噛まれてだな、鑑定できていないんだぜ。それでも、購入したのは、亀が脱皮してレッドダイヤモンドが外れてしまう前に、キッドと勝負をしたかったからなんだ。動き回る宝石なんて手に入らないから、おじさま、目がくらんでしまったのね。キッドはこの宝石が最初から偽物だって気づいていたんだ。だから、宝石が公開される初日に盗みに入ると予告状を出し、ジロ吉に、それは偽物だから早く回収した方が賢明だ。と持ちかけてジロ吉と協力し、みんなの目の前でブラッシュマーメイドを盗んだんだ。
キッドって優しいわよねー。ジロ吉おじさまもこれに懲りて、しっかり鑑定したものを発表しないとね。グリーンエンベラー。次にキッドが狙ったビッグジュエルは、これまたジロ吉所有の宝石グリーンエンベラーだ。これまた大きな宝石ね。緑色だからエメラルドかしら？霊夢、残念だがこれはアレキサンドライトっていう宝石だ。エメラルドより知名度は低いかもしれないが宝石の王様と称されるんだぜ。今回もジロ吉はキッドの花を明かすために防犯システムを考えるんだが、なかなかいいシステムがなく頭を悩ませていたんだぜ。キッドってこれまでのお宝はコナン君に盗みを阻止されているけど、ジロ吉おじ様のシステムは基本カンパしているもんねー。そんな時、ジロ吉は世界最強の防犯システムを手に入れたんだ。それはこの回のタイトルからわかるぞ。怪盗キッド VS 京極誠、82巻アニメ746-747 話、にある通り、最強の防犯システムはぶっ壊れ性能搭載の京極誠だ。京極さん、これは強いわよ。京極はその子がキッドに熱を上げているのが下せなくてな、キッドを打ち負かそうと考えて、自ら警備に志願したんだぜ。その子ちゃんは確かにキッドのことは好きだけど、京極さんのことが一番だし、好きの種類が違うんだけどね。私、キッドの命が心配になってきたわ。最終的にグリーンエンペラーはキッドの探しているビッグジュエルではなかったから、盗まれなかったが、キッドと京極の対決は非常に面白いから、ぜひまだ見たことない人はアニメなどで見てくれ。ルナメモリア。次に狙われた宝石はルナメモリアという世界最大のムーンストーンだ。登場回は、カラクリ箱の中身、91巻アニメ887-888 話、だ。カラクリ箱ってことは、またカラクリ吉右衛門さんが関係しているわね。霊夢、鋭いな。今回は吉右衛門自身が隠したわけではなく、ルナメモリアの持ち主が、吉右衛門が制作した木人というカラクリ箱に隠したんだ。持ち主はその箱の開け方を書いた紙を、あまたある本の中に隠してなくなったんだ。じゃあ、その箱は開け方の紙を見つけないと開けられないじゃない。持ち主の奥さんも、一生懸命探したが紙は見つけられず、本を寄贈した先のジロ吉に助けを求めたんだ。それで、ジロ吉おじ様のところにまたしてもビッグジュエルが転がり込んできたのね。開けられてないけど、ジロ吉はキッドにもこの箱を開けてみせよ、と挑戦状を叩きつけ、キッドはそれに乗ったんだが、今回キッドの目的はルナメモリアじゃないんだ。あれ？でもルナメモリアってビッグジュエルよね？キッドはパンドラがないか確認したいんじゃないの？実はキッドは過去、この持ち主が存命の時にルナメモリアを見たことがあるんだ。その時に目当ての宝石じゃないって知ったんだぜ。なら、挑戦を受けたのは？そのからくり箱を開けるためさ。この箱にはルナメモリア以外にこの夫婦が学生の時に書いていた交換日記が入っていてだな。この思い出の詰まった日記を、未亡人となった奥さんの元に届いて欲しかったんだ。だから、図書館に潜入して開け方の紙を探しに来たんだぜ。相変わらずキッドって優しい男ねー。フェアリーリップ。続いてキッドが狙った宝石は、フェアリーリップという世界最大級のコンクパールだ。登場回は、唇を狙う男、96巻アニメ983-984 話だ。ピンク色の真珠綺麗ねー。この回はキッドがどのように盗むか、よりもキッドに立ち向かう面々との対決が見どころだぜ。キッドキラーのコナンはもちろん、西の名探偵服部平次と、長野県警の諸伏隆明警部が参戦したぜ。諸伏警部大好きなのよ。平次くんもいるし、百人力ね。ああ今回、平次には期待しちゃダメだぞ。なぜならこの時の平次はカズハの唇が気になって気になって、全然推理に集中できてないんだぜ。さらにキッドはカズハに変装していたが、コナンやモロフシは気がついて泳がせていたのに平次は最後まで気がついていなかったからな。平次くんってカズハちゃんが絡むと頭に血が昇っちゃったり、ポンコツになる気があるわよね。そうなんだ、危うく平次はキッドとキスをするところだったし、平次からしたら散々な対決だったんだぜ。キス、それは一大事、お互い大切な唇が守れてよかったわ。クイーンズバンブ。続いてのキッドの獲物はクイーンズバングだ。ロバノフ王朝の秘宝でティアラに、世界最大級のガーネットが埋め込まれているぞ。いやぁ、もうよくこんなにビッグジュエルを集められるわよね。きっと、世界中を回らなくてもジロ吉おじ様が日本に持ってきてくれるから、探す手間がある意味省けていると思うわ。確かに、それは言えてるな。この回は怪盗キッド VS アムロトール、101巻アニメ1105-106話、でタイトルの通り、ファン待望キッド VS アムロトールだぜ。
満を持して、アムロさんが登場ねー。きっと、今回も大変よー。キッドは犯行前にコナンを挑発しに来たんだけどな、アムロにも火がついてしまって、非番の風見を招集してまで参戦してきたぜ。風見さん、せっかくのお休みだったのに、かわいそう。あと残り二つあるんだが、どちらもアニメ未収録の話だ。アニメ勢の人はネタバレ注意だぜ。セイレインスプラッシュ。次に狙われた宝石はセイレインスプラッシュで、これまた世界最大級のトルマリンが埋め込まれた王冠だ。なんかもう、世界最大級がたくさん出てきて驚かなくなった自分がいるわ。海難を防ぐお守りとして、かつて海賊たちが7つの海を探し回ったとされる王冠なんだぜ。今回もきっと恒例、誰に変装しているか?を考える回だな。そして、きっと対策として用意された風神ロードをどのようにきっとが攻略するかも見物なんだぜ。ジロキチおじ様もあの手、この手と用意してくるわね。収録巻は103巻怪盗キッドの王冠マジックだぜ。アズールスローン。最後に紹介するのはアズールスローンだ。世界最大級のタンザナイトが飾り付けられた椅子だぞ。ベルツリータワーの展望台に50億円をかけて増設した天空の展示室にて公開し、キッドを迎え撃つんだぜ。もう誰が所有者とか聞かないわ。そんな大金、鈴木財閥に決まっているもの。相変わらずスケールがでかいわね。この回はキッドが宝石を盗み出してどうやって逃走するか、誰に変装しているか、ではないんだ。キッドが盗み出そうとした椅子には、遺体が座らされておりあわやキッドの犯行となるところだったんだぜ。じゃあこの回は殺人事件を解くっていう回なのね。キッドは新一に化けて、コナンと協力していくんだが、ここでキッドのライバル、白馬サブルが登場し、新一偽物とコナンの動きに疑いの目を向けてくるんだぜ。白馬くんもめっちゃ頭の切れる高校生探偵よね。キッドもピンチだが、コナンも白馬に目をつけられてコナンの正体が白馬にバレちゃうんじゃないか?とハラハラする回なんだぜ。収録巻は最新巻の105巻だぜ。今回はこれまでキッドが狙ってきた宝石を紹介してきたぜ。大半が鈴木財閥、特にジロキチおじ様所有だったわねー。しかも、キッドを釣るために購入しているものもあって笑ったわ。まあいずれもキッドが探しているパンドラを含むビッグジュエルじゃなかったからな。これからも、いろんな宝石をめぐってコナンと勝負することになると思うぜ。目的のものじゃなかったら律儀に持ち主へ返すところが、キッドの良いところで応援されるゆえんよね。今回の内容が面白かったら高評価やコメント、チャンネル登録もよろしくね。このチャンネルでは、名探偵コナンに関する雑学や小ネタ、考察動画を上げていくぞ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。